はい、どうもお疲れ様です。やっぱり週の終わり、金曜日になってくると週の頭で考えてたことと、まあ当然ですけども違うなってことがね、結構目につきますよね。でそれが一つ学びになって次の週にさらに精度のいい相場解説につながるということなんですけども、こうやってね動画で記録が残せるとより自分を客観視できるんでいいなと思います。今回も FX オリガルヒと速稼塾の限定動画、こちらの方同時に撮影してますけども、やっぱね1週間の振り返りっていうか1週間のまとめっていうのを今夜とか明日撮るんですよ。これ FX オリガルヒの皆様のためになんですけどね。そうするとねやっぱり1週間ごとに自分を振り返るわけですから、アウトプットがすごく大事だなと思います。どこにやっぱ自分の見通しの甘さがあったのか、どこは正解だったのかとかね。でその他に正解だけども結果は思わしくなかったとか、それからたまたま結果だけはうまくいったみたいなことも冷静に見ることができるんですよ。ですんで間違った成功例に引きずられることもないし、本当はやることは正しかったのに結果的に思わしくなかったっていうこともね、当然投資の世界にあるんですよね。そこをなんかくよくよとしないようにできるかなってところは大きいです。今日足を見ていただいてますけども、まずはね三角形ができるんじゃないかなと思ったところで、三角形がちゃんとできたっていうところは、まあ一つ思った通りになったなってほっと胸をなだれ落すところだったんですけども、局地的に見ると円高方面に進むのか円安方面に進むのかってことを週の頭で金曜日の頃にはこうだろうなって思うんですけども、やっぱりそうならない例が多いんですよ。で要するにね、時間っていうのは経てば経つほど新しい情報が出てきて、その情報によって状況が変化するわけじゃないですか。でも時間が経つまでは分かんないんですよね。例えば CPI のこととかね、 FOMC のこととかね、 ECB のこととかって、今週は3つの大きな動きがあったんですけども、その時に多分値下がりするだろうな、値上がりするだろうなっていうふうに今までの例から踏むんですけども、そうじゃないことも起きる。そして今週はそれがまさに起きているんですよね。まあだからね、判断一つ一つが正解だけども結果的には儲からなかった、正解じゃなかったんだけども結果的には儲かったみたいな運の要素も入ってるってことを冷静に振り返ることができるかなってことですよね。で日足では売りのこちらの方に、あれすいません、こちらの方に売りの方向に向かってるね動きが何なんだはい、ありますけどもね、局地的には上の方に上がっちゃったところもあったりとかして混乱をするわけです。でも全体的には下の方に向かってますからね。要するに円高に向かってるってことです。長い時間軸では円高に向かってます。これはしっかりと確かめたいところです。じゃあ4時間1時間ではどうなのかってことなんですよ。昨日材料がありまして、ECB ですね。それによってここいら辺で住んでいた CPI のこうね、結果ですよね。 CPI の結果の半値戻しまではまあ見えなくはなかったんですけども、その後この突き上げはちょっと私にはねちょっと手に負えないところでしたね。でもその中でもレンジオプションを組めたのはすごくラッキーだったと思います。レンジオプションは1時間で見ていきます。大雑把に言うとレンジオプションっていうのはここに一つレンジを作ったっていうことと、ここにもう一つレンジを作っていましたよってことなんですよね。でそうなると一つ目のレンジオプション、ここを当てにしていると、ここで売りに入るわけですから、ロスカットを食らうわけなんですよ。で、ロスカットを食らったところ、ブレイクアウトで上の方に伸びていくところについていったら、結局はね、この新しいレンジオプションに対して、レンジ作戦が効いてるってことなんですよ。で、N 字を書いて上昇するときに、ここはもう寝ていましたけども、多分ね、ここまでは取れていたと思うんですけども、ここからまたロスカットを食らって再度ブレイクアウトに入るっていう風なねシナリオになったと思うんですよ。でこういう風に実際に自分はリアルタイムでその場にいなかったけども、事後解説ができるとこれがトレーニングになるんですよ。でそうなると実際にリアルタイムでその場にいた時に、今事後解説したところがリアルタイムで使っていけるってことじゃないですか。だから利益が増やせるんですよね。で私がね予約決済とかをものすごくね敬遠してるのは、わかんないですよ予約なんて。だから予約するぐらいだったらその時間に起きていた方がいいですね。予約するぐらい自信があるんだったら。だからめったに予約決済は使いません。予約決済を使う時ってのは相当な理屈があった時ですね。で年に1回もないですよ予約する時は。まず裁量をマスターして、裁量をする時間を作るのもトレードのうちですから。でその時間も別にね張り付く必要はないんですよ。どうしても稼ぎたい時とかトレンドが発生してる時は
ずっとね張り付いていた方が利益は積みやすくなるんで、で私のね動画の更新が多くなる時って利益がむちゃくちゃ出てる時なんですよ。で動画の更新が少ない時ってもうやることがない時、テクニカルで解釈できない時とか、あとはあの凪の状態ですよね、売り買いが進んでない時、そういう時は動画の更新少ないでしょ。まあ、ですんで FX オリアル費の皆さんは私の動画の更新が多い時は利益の取れる時なんだなと思えばいいし、動画の更新があんまりない時とか、今日は動画の更新あんまりないと思いますよって言いながら動画を撮った時っていうのは あまり儲けれる時じゃないんだな、じゃあ FX を離れて別のことしようっていうふうに考えていただければよろしいかと思います。でそういったあの状態を知れるのも FX オリガルヒのものすごくね大事なところなんですよ。四六時中動きもしないのに張り付いててもしょうがないですからね。でかと思ったら目を離してる月にいっぱい動いてもすごくもったいないじゃないですか。で今回の例ってのはまさにそれなんですよ。ものすごく動いた時に寝てるわけですから。でも人間の活動してたら寝てる時間も必要ですよね。だから起きてる時間にはしっかりとっておきましょうっていうのがここですから。はい、じゃあということですね。あと告知なんですけども、12月の26日からあの1月の6日までは基本的には相場解説ないと思ってください。その分何もしなくていいってことではなくて、基礎を固めるために自学自習をやってもらいたいと思います。必要でしたら FX の基礎講座とか中級編とかがありますので、そちらの方をお取り寄せいただきたいと思います。メールの方お待ちしております。それでは今回は以上です。また更新すると思いますので、午前中にでもまた数時間後ですかお会いしましょう。ではお疲れ様です。